ろしくお願いします。はい、お願いします。そういう人もね、僕思うんですけどね、何ですか、こう大人になるにつれてね、ドキドキワクワクすることがなくなってきたなと思うんですよ。まあ確かにそうです ね、子供の頃とかいっぱいドキドキあったでしょ。まあまあありましたね、あの小学生のいたずらとか、ね、ドキドキしましたね、ピンポン出しとか、ね、ピンポンして走るんですよね。よし、じゃあ押すぞ、ピンポン、ガチャッタッタッタ、中入ったね、それね、中入ったね、中入ってるね。あ、奥さん、今日の晩ご飯は米助じゃねえかよ。どんだけ突撃してんだよ、ヨネスケ。突撃レポーターですから。違う、ピンポン押してダッシュして逃げるとかね。そうそう、逃げるとかやりましたね。あと中学ぐらいになったらドキドキするって言ったらね、初めて自分の部屋にね、あの女の子入れるときね。あ、女の子初めて呼ぶのはね、ドキドキしましたね、あれね、実家にね。うん、入っていいよ、入って。お邪魔します。あ、初めまして、お母さん。今日の晩ご飯は。ヨネスケじゃねえかよ。どんだけ突撃してんだよ。なんで中学生が入れなきゃいけないんだよ。そんなんじゃないでしょ。部屋に入れてね、なんかポスターとかいじられて恥ずかしいんですよね。なんかね、こう、へえ、こういう部屋に住んでるんだ。あ、ポスターが貼ってある。あんま見ないでよ。へえ、こういうのがタイプなんだ。そういうわけじゃないけど。悔しいけど綺麗だもんね。そう。富士山。貼ってねえよ。なんだ富士山ってよ、お前。え、これ予定ですか。貼ってねえっつってよ。あ、そうなん。いや、だからなんで山のポスター貼んなきゃいけないんだよ、お前。渋い中学生だね、随分。アイドルのポスターとか貼ってなんか恥ずかしいなみたいなあるんですよね。恥ずかしいんです。でまあまあいい感じでキャッ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 したらね、そうそうそう、いい雰囲気になってこう無言で見つめ合ってるなんかしてね、こう。ヤンキーかお前。お前どこ中ヤンキーかっつってんだよお前。俺の車ドキンだから。ヤンキーかってお前、ドキンとかじゃねえだろうが、まあいい雰囲気になって手をグッと掴むんですよ、こうね。ヤンキーかってだからお前。なんでそこで根性焼きしちゃうのあんた。違う、そこはほっぺにチュでしょ。ほっぺにね、チュ。ヤンキー勝てたからお前。ほっぺにチュじゃねえか、それじゃあこれ。あ、バナナ食べる？モンキーか。いや何が？モンキーじゃないか。お前が私知ってる。何だお前モンキー。そんなんじゃねえだろう。いい雰囲気になるの。いい雰囲気になるんですよね。でこうイチャイチャしてたらね、そうそうそう、階段上がってくる足音がするんですよね。そうそうそう、こう。母さんだ。じゃあ、あら、お友達？急に開けんなよ。よくもまあ堂々と人の家に上がり込んで。この泥棒猫。ヒルドラかお前。なんで泥棒猫とか言うの。可愛い子ね、お名前なんていうの。ひろこだよ、もういいから。ひろこちゃん可愛い。みよちゃんなんていうの。田中で、ごめんな、ごめんな。田中ひろこ、別れなさい、今すぐ別れるのよ。何言ってんだよ。だってあなたたち兄弟なの。ヒルドラかってだからお前。なんだその急な展開はよ。そんなんじゃねえだろうが、もう挨拶したらすぐ帰れよ、母さんは。もうちゃんとゆっくりしてってね、はい、帰れ。めぎつヒルドラかってだから言うなよ、そういうことお前は。どうしたどうした母さん。お腹に赤ちゃんが。えあなたの子よ。ヒルドラかってお前。なんだそのドロドロした展開。これもう名前は決まってあるの。あおしん。朝ドラかお前。それ朝ドラじゃねえか、まあ、さおしんはお前。眠いよのび太くん。夜ドラか。何それ。いや何それ。夜ドラじゃねえか。いやいや、何夜のドラえもんじゃねえか。そんな言葉あるか。お前夜のドラえもん、夜ドラなんかあるか。そんなもん。うぜえこの野郎。あるわけねえじゃねえか。うぜえこの野郎。お前クビだお前は。あ？クビだ。リストラか。いやだからお前が勝手にやってるだけだからね。オスカル、アンドレ、ベルバラか。モッピー。ここ座って。これね、こういうことしたの初めて。え？はい。初めてです。ああそう、名前教えて。名前鈴木です。鈴木、年齢はいくつに見えます。キャバクラか。なんで俺が当てなきゃいけねえんだよ。吸ってねえよ、吸った。いくつだ。 26.5 です。靴のサイズ感。なんだ天狗って。なめてんのかお前。たくまもういいよ、他にも取ったもんあんだろ。出せ。だがおとなしく出せよ。はい。うん、小麦粉ね。あとはおー、水。うん、他うん、バター。なんでこんなの取ったんだよ。パンが食べたかったんです。じゃあパン盗めよお前。材料盗め、盗めよってこともねえけども。今度からパン盗みます。やかましいよお前。揚げ足取んじゃないよお前は。なんでこんなことやったんだよ。つい試合感覚で。ゲーム感覚だろお前。試合感覚ってなんだよお前。万引きの全国大会でもあんのか。いや、あるわけないじゃない。分かってるよお前。なんだその小馬鹿にした言い方は。まあ、分かってんのか、まあ、反省してんのか。ああ、なんでこんなことやったって聞いてんだよ。そこにスーパーがあったからです。登山家か。どんな教育受けてんだよ。親の顔が見てみたいわ。こんな顔です。うわー、そっくり。すげー。目元なんかさ、やかましいわお前。なんでこんな持ってんだお前は。常にふざけんじゃねえぞお前。反省してねえな全然。反省してます。嘘つけんわ。見えねえんだよ反省してるようによ。全然見えねえよ。どこが反省してんだよお前。反省の色を見せろよ少しは。ったくよお前。いい加減にしろ。警察に電話するぞ。こっちのセリフだよお前。だから
するっつってんだよ。あするもうこれはする。やめてください。うるさいよお前。ダメ勘弁してください。ダメだよそんなもん。これで勘弁してください。うちの商品だよそれは。じゃあこれもつけますから。それも持ってんじゃねえかお前。何まだ隠してんだ。だけじゃねえやったく。ダメだこれ。やめてください。連絡しかないよ。反省してますから。反省してます。何言ってんだよお前。本当反省してんのか。はい、あったよ。じゃあ警察には連絡しねえけどな。親には言ってもらうぞ。なあ母さん連絡しろ。あ、もしもし母さん、俺だよ、うん。あのさ、交通事故にあって500万振り込んで。俺売れ詐欺かお前。てめえ何目の前に犯罪言ってんだこれ。デブ手すげえなお前。母さん連絡しようってんだろお前。実は。なんだよ。母さんは3年前に。え？60になったんだ。還暦か。還暦じゃねえかただの。もう警察だこれは。警察だ。その必要ありません。なんでだよ。なぜなら。犯人はこの中にいます。お前だよ。なりますよ。こちらですね。こちらの物件がね、あのうちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いやそうですよ。本当にお客様の条件すべて満たしておりますから。あ本当ですか。はいはいはい、はい。じゃあの防犯なんか大丈夫ですか。あもうバッチリです。縦横のチャックを開けたらスッと中に入ります。テントを勝つんだよ。入られ放題じゃないそれ。差がありすぎますよちょっと。あ一応鍵は2つ付いてますけどね。あ26、それは安心ですね、はい、あとあの、ね、窓も2枚重ねとなっておりまして20サッシ、それは静かでいいね、はい、家賃の方も私と大家さんの両方から20世紀バカ野郎お前20世紀ってそこはいらねえんだよ冗談ですよ、何すか冗談って、じゃあちょっと中入ってみましょうか、ああ入りましょう、ね、入りましょう、はいはいはい、へえー、なかなか立派だな、はいはいはい、どうぞどうぞ、あ、はいはいはい、ほうほう、なるほどなるほど、こうなってるわけですね、はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける、彼女か何言ってんだあんた、大きめのスウェット出そうか、彼女かっつってんだ、明日朝早いけど気づかない、彼女かって言ってな、なんでここあんたん家になっちゃってんの、まあまあ冗談ですから、冗談って何なんですか、気にしないでください、どうですか、あ、はいはい、でも意外に広いですね、天井は高くてね、筒抜けになってます、筒抜けみたいに言うんじゃねえよ、どこに情報漏れんだよ、あとね下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ、昔かお前、そんなもん、日当たりはもちろん風当たりも抜群です、冗談じゃねえよ、風当たり強かったら、あそうですか、言ってんすか、うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか、はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております、あそうなんですか、それだけは手を抜いておりません、へ実は私には2人の兄がいたんですよ、はい、作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました、え藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり、三匹の子豚かお前、三匹の子豚じゃねえかおめえよ、私末っ子です、知らねえよそんなもんお前、レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろてめえ、あとトイレの方ですね、うん、和洋中からやりますけど、中ってなんだよそれよお前、中華です、洋式でいいよ、洋式で、洋式でいいですか、キッチンはキッチン、あキッチンはこちらなんですけどもね、おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし、あいいねこれ、今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つ付いてきます、通販勝つんだよ、何やそんなもんよ、あと火を起こす際には下にですね板と棒があるんでそれで起こしてください、原始人か、クロマニヨン人か、誰が、誰がクロマニヨン人だてめえこの野郎、ごめんなさい冗談です、冗談じゃねえだろこれ叩いたろってめえ、冗談ですからこんな、冗談じゃねえだろうがよ、見てくださいよ、ほんでまあまあまあいいや、はいはい、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの、最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいですか、ね、バカかお前なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよ、ああすり足で10分力士勝つんだお前、二人三脚で15分やらねえよそんなもん、30人31脚だと子供たちかお前やってたんかそんなこと、結構早いんですよ、あれ早いんですよじゃねえよ、徒歩でどんぐらいっつってんの、徒歩で5分ぐらいですかね、ああそうなの、冗談です、冗談なのかよ、ロップ買わねえじゃねえか出しててめえ、ああそうか、そうですよ、まあまあまあ、うん、駅からも近いし、どうしますか、決めちゃおっかな、あお目が高いですね、まあでもですね、あらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、押し入れにね全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろお前、おまけじゃねえかそんなもんお前は、階段ですよ、いや階段ですよじゃねえ、そこ冗談ですよって言ってくれよお前、冗談です、冗談なんか、はいはいはい、じゃあまあまあまあ、場所もいいし物件も気に入ったし、うん、はいはい、借りちゃおうかな、あ借りますか、うん、困ったな、えちょっとね貸せないんですよ、はあ全部冗談だったんです、いい加減にしろこちら、いやもういっ、あれこのデパート初めて来たけど結構広いんだな、完全迷っちゃったな、あインフォメーションがある、すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、090-23、携帯番号じゃねえなんでナンバー見てになっちゃってんだよ、簡単に押しすぎでしょあんたも、ほいで、いやいや場所を聞きたいんですけど、それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です、誰が坊さんだよ、いやお寺行きたいわけじゃないんですよ、売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね、家財道具なんちょっと人の話聞いてんすか、知らないおじさんと喋るなって言われてるんで、子供かお前誰がおじさんだよ、
売り場を教えてよ。ちょっとバリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場、ギフト売り場知ってます？ギフト売り場、はいはい。ああお気遣いなく。お前にじゃねえよ別に。なんであんたに買ってやんねえきない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますので、まとめていってください。本当、それ助かる、はい、ちょっとね、いろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい、あのベッドってどこに売ってます？セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか、はい。あとね、他はあの家電、家電はどこに売ってますかね。あ、それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えないの。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか？子供用ですか大人用ですか？子供用に決まってんだろお前。何言ってんだお前。子供用、はい。何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、あの紳士服売り場ってどこですか？あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎かお前。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだお前。バカなお前。妻は博多真由子です。は？博士太郎か。何が？てめえ何客の頭叩いてんだこの野郎お前。ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。言ってえな。そんなことしたらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ？あ、大ですか小ですか？なんでそんなこと言い聞かなきゃいけねえんだよお前。もしかして中？なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってます。あ、向こう？はい。うわやばい、財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか？あ、お財布ですか？はい。こちらのお財布でしょうか？いや、それじゃないですね。じゃあこれですか？いや、それでもない。じゃあこれですか？マトリョーシカかお前。なんだ次々よ。これじゃない。それじゃないっすよ。あ、じゃあ届いてませんね。あと、はい、あの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないっすか？そちら届いておりますよ。本当？はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれお前。こんなもんってあるかお前。もういいわ。一緒に来た友達に探してもらうから、ちょっと呼び出しかけてくれる？はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。いい加減にしろ。ドライブスです。優勝候補です。はい、ということでね、はい、頑張っていかなきゃいけないですけどね、うん、まあ世の中不況不況なんて言っておりますよね、うん、言ってるね。リストルされる人が多いんだって、うん、なんか面接も厳しいらしいよ。あ、でもね、俺だったら一発で面接クリアできるけどな。お前できんの、うん、じゃあ俺面接官やるから。もうちょっとやってみようか。コンコン。どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介をしてください。黒の革ジャンを着た中肉中背の男。犯人かお前。自己紹介だろうがお前。名前言えよお前。おかしいだろうがそれ。じゃあお前やれよ。ああ、コンコン。どうぞ。ガチャ失礼します。自己紹介お願いします。4番センター三浦です。野球かい。野球。じゃあお前やれ。コンコン。どうぞ。7人なんですけど入れます？中屋か。その後7人増えるんですよ。エグザイルかよお前。14人でなんでエグザイルが面接来るんだお前。おかしいだろうがそれ。じゃあお前やれ、はい、コンコン。どうぞ。ガチャ100人乗っても大丈夫？稲葉かい。稲葉。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ47人なんだ。アコーローしかそれ。うち入り行くんじゃねえんだから、なんで47人行くんだよお前。面接だぞお前は。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ101匹なんですけど。ワンちゃんかーい。ワン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 。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ。自己紹介してください。はい、ベース担当の高弘です。メンバー紹介かそれ。ギター、ドラム、アコーディオン担当はノブです。いやかわいそうだろノブ。やらせすぎだろ一人でノブ。おかしいだろそれ。じゃあお前やれよ。ああ、コンコン。どうぞ。ガチャ失礼します。自己紹介お願いします。ノブです。お前がノブかい。お前がノブかい。ノブ大変だったなお前。三役やらされてたな。かわいそうにってやかましは。じゃあお前がやれや。コンコン。キツネかお前。なんで薬が水口んだいきなり。おかしいだろうかそれ。いやお前やれや。コンコン。風かーい。風かうつすなよ。もういいよドアは。お前やれ。どうしてうちの会社に。姉が勝手に応募しました。ジャニーズか。お前みたいなやついたらか。ジャニーズにジュニアからやるつもりで。ヒゲヅラのジュニア投げるかい。ユウ。いやなんでジャニーズさんやったんだ急にお前。おかしいだろうかお前。じゃあお前やれや。どうしてうちの会社を。制服が可愛かった女子高生。じゃあお前やれや。どうしてうちの会社に。母と原宿を歩いていたらスカウトされ。アイドルか。お前みたいなことされるかスカウトなんかお前。ジュニアからやるつもりで。いやできるかヒゲヅラのジュニアお前は。なんでお前母さんと原宿歩いてんだ大体が。美味しいクレープを食べる。クレープなんか食ってんじゃねえよお前。そのヒゲヅラだよお前は。よじゃあお前やれや。失礼します。
どうしておばあさんの耳はそんなに赤ずきんかお前。いやおかしいだろうがそれ。順番的に俺だろ次ボケんのお前よ。何お前ダブルボケだよ。何言ってんだよ。じゃあ俺だろお前。失礼します。どうしてうちの会社を。実はこの会社父さん。母さん。いや突っ込めよお前。母さんじゃねえしおいで。誰が母さんだお前。僕ジュニアからやるよ。お前の母さんじゃねえすんだよ。クレープ食べに行こう。いや食ってんじゃねえよ母さんと。いやボケんのや。俺だろ次ツッコミ。お前は早くボケないから。俺だろボケ。お前ツッコミだろ。だからお前が早くボケないから。お前が早くボケすぎなんだよ。失礼します。失礼するんやったら帰って。大阪のおばちゃん。いやだからボケんなよ。なんなんだよお前。自分がツッコミ下手だからってよボケに逃げやがって。なんだお前。長谷博士みたいな顔しやがってお前。なんなんだよそれ。ツッコミが下手。そうだよ。じゃあチャンスとかなんだあれ。うまいわー。いやそれが下手なんだよ。うまいわ。じゃあちゃんとツッコミよお前。できるわ。おう失礼します。どうぞ。7人なんですけど入ります。その後7人来るんですけど。アコーロースかー。ツッコミ違うよ。エグザイルかだろ。ここエグザイルかい。47人なんですけど。あんちゃんかー。なんて言ったんだろ。わかんねんだよ。あんちゃんかってなんだよそれよ。アコーロースかだろお前。アコーロースかー。100人乗っても大丈夫。ワンちゃんかい。違うよ。稲葉かだろ。松本かー。水かー。いい加減でしょ。お前がな。どうもありがとうございました。この辺りじゃ靴が増えてるらしいからな。怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすわかりやす。嘘。実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし。何これ。おいちょっと君止まりなさい。もっと強くお願いします。は？もっと強く言ってください。おい止まれ。もっと止まらんと撃つぞ。もっと止まれ。もっと撃つぞ。あー撃ってください。M かよお前。なんだ気持ち悪いな。なんなんだよ。止まれったらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ。いやじゃあじゃないよ。何やってんだよ。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はねここら辺で空き巣が増えてるんだよ。まさかお前。私のどこが空き巣なんですか。空き巣だろどうだって。逆に空き巣以外何に見えんだって話じゃねえかこれ。ええじゃねえよ。じゃあ聞くけども、なんだこの格好。答えなさい答えなさい。23番泥棒。仮装大賞か。なんだそのごまかし方。だいたいなんだその口の周りのヒゲ。お前典型的な泥棒ヒゲだろうが。これはあの罰ゲームで書かれたんですよ。羽つきかお前。ずいぶん正月遅えなお前よ。本当は何なんだ。本当はサンタクロースです。もっと遅いじゃねえかお前。ずいぶん前の話じゃねえかそんなもん。いや慌てん坊なんです。いやもう今年の分配んの。はい。どんだけ慌ててんだよお前は。よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな。本当に違うんですよ。そんなことお前警察に通用すると思ってんのか。警察。いや気づいてなかった。お誰だと思ったんだよこの格好見て。ああじゃないよ。もういいよちょっとね身元確認するから名前教えて。名前は。ネーム。年齢は。オールド。仕事は。ビジネス。家族は。ファミリー。英語聞いてねえよ。あ、どれがお前に英語聞かなきゃいけないんだよ。年齢はいくつに見えます。合コンかお前。めんどくせんだよ。あんた俺が当てなきゃいけないんだ。いくつだ。29です。29ね。嘘です。37です。なんでサバ読んだんだよお前。20代の方が受けがいいかなと思って。合コンかっつてんだよ。王様ゲーム。合コンかっつてんだよ。なんでお前と王様ゲームやんなきゃいけないんだ。ノリ悪い。合コンかっつてんだよ。乗りってあんたはおかしなやつだな。ちょっとパトカー来い。お持ち帰り。なんでお持ち帰りだよ。しねえよお持ち帰りなんか気持ち悪いな。あんなんだ。だいたいよお前こんな時間にこんな格好でお前どこ行ってたんだ。家から出てきたとこです。じゃあこれからどこ行くんだ。自分家に帰るんです。もう泥棒じゃねえかそんなもん。ただの泥棒だろお前。こんなでっかい風呂敷ちょっと中身見せてみろ。やめてください。いいからやめてください。いいからやめてください。泥棒お前じゃねえかそんなもん。誰が泥棒だよ。あんたそんな見られたくねえな。だったら自分で言え。その中身何入ってんだ。夢です。かっこよくねえよ全然。何かっこつけちゃってんだお前。ああもうラッチ上がる。やめてください。お前いいから。僕の夢を奪う権利あなたにあるんですか。何が夢だ僕の権利。いいから。ああああああなんだこれ。燃えないゴミですかね。うるせえよ。どこがゴミだこれな。お前が盗んだんだろうが。よし証拠出てきたな。よし連行だ。いや連行なんか無理です。言ってねえよ
レンコンだっつってんだよ。レンコンだったら天ぷらで。レンコンじゃねえよ、うるせえな。レンコンだって来い、やろ。ハッ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 。何だ急に、お前は。何がおかしいんだ。お前に、いや、貴様に私を逮捕することはできない。なんだと？国家権力って知ってますか。お前ら、いや、貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら私の父はまさか警察庁の日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃないか。パパさあ入るんだ。よし、今日からな、ここでしっかり反省するんだぞ。はい。ああ、今日から夢の一人暮らしか。状況か。あ、これつまらないもんなんですけど。状況かっつってんだよ。なんだこれお前、どっから持ってきたお前の。え、反省してんのかお前。はい、すいません、監視さん。監視さんっていうのもなんか堅苦しいですね。カンちゃんって呼んでいいですか。いいわけねえだろ。いいわけねえだろお前は。自分の立場分かってるかお前は。はい、囚人です。そうだよ。だから、シューちゃんって呼んでください。分かってねえだろお前。なんでお前をシューちゃんって呼ばなきゃいけねえんだ俺が。カンちゃん。カンちゃんって呼ぶな。なんだカンちゃんシューちゃんの中って。おかしいだろうがお前は、ったく。で、お前は何をやったんだ。何やって捕まった風に見える。コンパ勝つんだよ。なんで俺が当てなきゃいけねえんだよ。巻き巣やってんじゃねえか。今となって、なんであんなことしたんだって。あの時、別の家に入ってればって。反省してねえだろお前。全然反省してねえなお前。だけんじゃないよ、しっかり反省するんだよ。ここでしっかり反省して罪を償って一刻も早くここを出るんだ。お前のおふくろさんも悲しんでるぞ。おふくろ。おふくろさんはどこ住んでんだ。三つ隣の牢屋です。親子でか。何してんだおめえんとこ。遺伝です。遺伝じゃねえだろうがお前。どんな DNA だったく。監視さん、なんだよ。手紙が書きたいんだ。手紙が書きたい。何急にタメ口になってんだ。軽くお前この野郎。手紙書きたいのか。よし、じゃあほら紙となペンやるから、今のな、この反省した気持ちをしっかり書け。それ出しといてやるから。ああの、俺文才がないからチェックしてもらっていいかな。うん、どれどれ。なになに。今年こそは任天堂 DS ください。サンタさん。子供かお前。何書いてんだこれ。毎年書いてるけど音沙汰がねえんだ。当たり前だろうがお前。音沙汰なんかあるかお前みたいなもんに。言ってんだお前。書いてんのかお前。どこのこと書かねえんだよ。だからお前一人に構ってる時間ねえんだ。いや、カンちゃん待ってくれよ。な、カンちゃんって呼ぶなよお前。だったら普通になってきたな。一つ聞きたいことがあるんだ。隣の牢屋のやつは一体どんなやつなんだ。隣のやつはオレオレ詐欺だよ。え、お年寄りから金を奪ってたって最低のやつだ。物騒な世の中だな。お前が言うんじゃねえよ。おめえも空き巣なんだよこの野郎。忘れんな自分の立場。ったく、もう昼飯だからじっとしとけよ。ああ、だったらなんか買ってくるよ。ああ、じゃあ焼きそばパンでいいかな。焼きそばパンだね、分かった。行かせねえよ、バカ。行かしかんのよ、その流れで。どんな流れ逃げてんだ、お前。じっとしとけよ。ふざけた野郎だ。ああ、ちょっと退屈だから本でも読むか。おお、読書か。それは感心感心。読書が趣味なんですよ。ああそうか、近い将来のために勉強してるんです。で何読んでんだ。プリズンブレイクです。脱走すんだろお前。お前脱走する気だろてめえこの野郎。どうしてるの。分かるわそんなもん読んでたらこの野郎。あ、ふざけた野郎だなお前は。なんだあったく。そこに早く置いて出てってくれ。なんだ急に焦り出してお前。こんなことバレたら一大事だ。今なんつった今。いいから早く出てくれ。お前なんかしようとして早く出てくんだ。なんだお前言え。何も隠してない。何を隠したって言え。代弁がしたいんだ。トイレかよお前。紛らわしいんだよお前。さっさとくれよそんなもん。ダメだそんなとこでしたらみんなにいじめられる。小学校かお前。こんな誰もいねえんだからしろよ早くお前は。バカだな。痛い痛い痛い。ほらお前我慢してるからだろお前。何やって。ちょっと見してみろお前。おっ、ちょっと動くんじゃねえぞ。何してんだお前。自分がやってること分かってんのかお前。落ち着け。動くなよ。これ以上罪を重ねてどうするお前。うるせえ、おとなしくしろ。なんだ。今から俺の言う条件を飲んでもらう。条件なんだ。金か、逃走用の車か。そんなんじゃねえ。なんだ。今から言う条件飲んでもらうぞ。分かったよ。耳の穴かっぽじてよく聞きやがれ、その食事に入ってるピーマンを抜け。子供か。続いてはタカトシの最強コントが炸裂する。
明けましておめでとうございます。ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきました、ね、トップバッターですか、頑張ってやっていきましょう。2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか、はい、いい年でしたよ。先ほどのね、先ほども言ってもらった、先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人ともそうなんですね、我々2人ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、本当に、ね、すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね、そうつけよお前、ほんとしかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ、なんだよお世話になりました、言うわけねえじゃん、ほんとなんです、これ嫁も言ってたから、いやそんなこと言うんだったら嫁も見てたんだ、いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね、うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ、やだよそんなの、肝座った赤ちゃんってなんだよ、2ヶ月で目が座った、怖えよお前、目が座った赤ちゃんってよ、3ヶ月で入院、体調悪かったんだろ、じっとしてたって体調悪かったんだろ、それよお前、4ヶ月目で退院ですよ、1ヶ月も入院したのか、お前、その時のお世話になりましたって、いやそのタイミングで言ったんかよ、そのタイミングで言ったんか、病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は、本当のような嘘の話なんですけど、ね、嘘なんじゃなきゃ結局怖いな、時間は返すよお前、バカ、でもね、可愛いですよ、子育て大変大変って言われましたけどね、まあ、めちゃくちゃ可愛い、全然大変じゃないね、まあ、今はね、もうおちよちよちやってるだけですけどもね、うん、そのうちも小学生とかがあったら大変だ、うん、何が、いや子供同士で喧嘩して、うん、で相手方を怪我なんかさせちゃったら、これ、あ、それあるだろうね、向こうのうちにね、親だから、うん、謝りに行かないといけないよお前、いやそれぐらいできますよ、できる、我が子のためだったらいくらでもちょっとやってみよう、はい、うん、ピンポーン、はいどうぞ、こちら失礼します、あーどうも、はい、あの、この度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない、まあまあまあ、わかるんです、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、その、どうかしました？なんか臭いですね、この、失礼だろ、どういうことだよそれよお前よ、豚でも飼って、豚なんか飼ってねえよお前、相当臭いだぞそれお前、誰が豚の匂いだこの野郎お前は、そうですか、あ、謝りに来て人んち臭いってどういうことだ、申し訳ございません、本当にうちの息子は、あんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて、蹴られた、そうだよ、何かの間違いじゃないんですか、あざもあるよちゃんと、あったく本当に蹴ったんですか、蹴りましたよ、いつも言って聞かせるんですよ、本当かね、喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴った、どんな教育してんだよ、格闘マシン育ててんのかおめんとかよ、蹴ったんですか、そうですよ、しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ、申し訳ございません、タク、うちの息子はね、あのポケモンのことになると周りが見えなくなるんですよ、ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか、もう帰ってね、ボコボコにしてやる、やりすぎだよ、いやそれはそれぐダメなんです、それぐらいダメなんです、子供に手は出して、子供っつってもね、うちの息子もう32ですよ、おっさんじゃねえかお前、もう僕、いやもう32のおっさんかお前、何ポケモンカード取ってんだお前、金太郎買えるもんじゃねえかお前、いやポケモンはね、大人でも楽しめる、いや分かってるよ、そのそういうことじゃねえ、子供から取んなってんだよお前、よどうすんだお前、全く本当にこれあのつまらねえもんね、いやそういうつもりって言ってんじゃねえ、いや本当こっちの気が収まらないんだよ、なんだよ全然喋れてねえな、全く収まりませんので、ああこっちの気が収まります、何なんすかこれ、スーパーファミコンいらねえよ、明らかに使わなくなったもんじゃねえこれよお前、じゃあのこれお口直うかどうか、いや私お酒は飲まないんですよ、ノウサギです、いらねえって、あ、いや生きてんのかよバカ、話すな、人んちにノウサギお前話すな、バカお前は、もうあのこれちょっと手持ちが少ないんですけど、いや一番おかしいでしょこれ、裸で現金っておかしくないですかこれ、嫁の髪の毛です、気持ち悪いよお前、何持ってきてんだお前、いや乗っけんなよ人の頭に、乗っけんじゃねえよお前、この何してんだお前、むちゃくちゃかお前、一個も謝罪できてねえぞ、そんなんでお前よくできるなんて言うなお前、じゃあちょっとやってよ、俺がやるわお前、俺が大人の対応見せてやる、ピンポーン、はい、あすいません、ミラの父親でございます、どうも、この度はうちの息子が大変申し訳ございません、いやいやいいんですよ、子供同士のやることですから、いやいやそういうわけにはいきませんので、うん、息子さんにちょっと会わせてください、僕ですけど、お前かよお前、しっかりしてんだお前、いくつだお前、32です、30のおっさんかねえかお前、はい、ポケモンのさっきのやつかお前、いい加減にしろ、どうもありがとうございました、それにしてもあいつ遅えな、たかが近所に電話行くのにどんなにかかってんだあいつ、すいません、お前ね、すいません、遅いよお前、すいません、何やってたんだよ、いやなかなかタクシー捕まんなくて、何タクシー使ってんだよお前、何タクシー使ってんだよ、出前なんか自転車で行けバカ野郎、すいませんでした、エグゼクティブマネージャー、誰がエグゼクティブマネージャーだよ、バカかお前、寿司屋なんだから大将だろ、裸の誰が山下清だよ、誰が山下清だお前は、だっておにぎり握ってるじゃん、おにぎりじゃねえよお前、これおにぎりじゃないですか、寿司握ってんだろお前、寿司ですかそれ、お前寿司職人になりてんだろお前、しっかりしろやったけよお前、それより大将、なんだよ、そろそろ俺にも寿司握らせてくださいよ、何言ってんだお前、10年早いよお前はな、寿司握る前に覚えなきゃいけないこと山ほどあんだろうが、全部覚えましたよ、ほう言うじゃねえかお前、本当に覚えたんだな、覚えてます、あじゃあ俺が今からいろいろ試してやっから、はい、あじゃあまずこれ包丁研げな、はい、包丁ってのはこれ職人の命だから、ちょっと研いでみろ、わかりました、今日は生きのいい若えのが入って鬼ババかお前、キッキッキじゃねえよお前、何してんだよ、怖えんだよおめえよ、全然できてねえじゃねえか、もういいや、よじゃあシャリだ、シャリ、シャリってのはな寿司の基本だからな、これがうまくなきゃもう全然話になんねえから、よしちょっとお前シャリ握ってみろ、握れんだな、ちょっと変わらないって取ってきます、シャリじゃねえよお前、シャリ握ってどうしようってんだてめえこの野郎、泥団子でも作んのか、ガーだろうがお前、もういいよ俺がやるから見とけよお前、こうやってやっつっつっつっ、おっおっおっ
こんなもんだ、軽く握るんだ、強く握っちゃダメなんだ、シャリってのはな。軽くですね、軽く、わかりました。ちょっと握ってみろ、よっ、ほ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 っ、握りっぺじゃねえよ、せえなよ、おめえ。軽くにやりますよ、軽くやったってなんだ、てめえ。匂い軽くしました。匂い軽くとか、あげあげに言ってんじゃねえよ、おめえ。寿司を握れっつってんだよ、お前。まず、おいなりさん握ってみろ。はい。お、何やってんだ、てめえ、お前。誰のおいなりさん握ってんだ、てめえ。え、ちっちゃかったやがしや、これ。2人前あるねそんなもんは。2人前やがしや、お前。余計なこと言ってんじゃねえよ、お前。お稲荷さんを握れっつってんだろ。俺はね、お稲荷なんか握りたくないんですよ。なんだと？やっぱね、主役の魚さばきたいんですよ。おー、言うじゃねえか、お前。口だけは言っちまいだな。おい、じゃあそこの魚さばいてみろ、お前。いやー、ぬるぬるしてる。女子か。あー、ちょっと動いた。女子かっつってんだ。水仕事で手が荒れちゃう。女子かって、お前。やる気あんのか、お前。早くさばけや、それ。俺はね、こんな魚さばきたくないんですよ。なんだと？やっぱ旬のネタさばきたいんすよ。ああ、旬のネタマグロなんだ、マグロな。マグロは切れません。なんでだよ。拙者の刀は人を切るためにある。侍か。人の体ではなく心を切るんだ。侍か。死ね。侍か。危ねえな、てめえ。殺す気か。何なりか。殺す気か、お前。何言ってんだ、お前。今言ったじゃん。なんで俺がこのタイミングで殺す気かって言わなきゃいけねえんだ、お前。やわけわかんない言ってんじゃん。もう全然ダメだ、お前。お前なんか寿司握ってもお前話になんねえから。まずな、接客から覚える、接客。はい。お客さんあってのもんだから、我々はな。はい、よし。じゃあな、寿司握るときはな、へいを待ち。これが一番大事だからな。なるほど。ここをポイントバシッと言うと。わかりました。はい。俺客やるから、ちょっとお前やってみろ。はい。うん、よいしょい。じゃあね、大将、アジ握って。へい、へい、ハマチ。お待ちだよ、お前。アジ握ってて、ハマチでややこしいだろうかな、これ。お待ちだよ。へい、おだちん。子供か、俺は、お前。なんでおだちんもらわないけん。お待ち。はい、気持ち。なんでだよ、お前。気持ちがいいから握れや。手握って出すんだ、てめえ。やめろよ、いなり逃げんな、てめえ。あら、全然できてねえじゃねえか、お前。話になんねえんだよ、おめえ。おい、勢いタコ入ってきた。誰がだよ、誰がタコ。ダメだ、お前。全然できねえ。お前なんか逃げるの、話になんねえ、お前。もうダメだ。出前行ってこい、お前。出前、まだ出前しかできねえんだ、お前は。はい。急いでこいよ、お前。はい。タクシー使うなよ。やろ、あいつ。想像以上に何もできねえな、あいつだけは、やったく。はぁ、さあ、行ってきました。随分早いな、今度は。ああ、なんかお前に怒ったら腹減ってきたな。飯でもしようか。いや、俺はいいっす。お前出前食ったろ。はい。首だ。おお、高弘、今日も遅くまで頑張ってるな。この調子だと志望校は合格間違いなしだな。それがなかなか進まないんだよ。え、どうしたんだ。やっぱりボイラー技師の勉強は難しいね。何の勉強してんだよ。お前何になりたいんだ。中学受験だろ。そのために頑張ってんだろうが。分かってるよな。まあ父さんにできることあったら何でも言ってくれ。父さん頑張っちゃうからな。父さんがあと500万積んでくれたら合格だよ。裏口入学か、お前。焦るか、そんなもの。持ってんだ。でもどうだ、勉強ははかどってるか。そんなわけないだろ。え、明日の献立のことで頭がいっぱいだよ。知るか、お前。冷蔵庫の残り物も片付けなきゃいけない。主婦かっつうんだろ。そんなお前考える気いいんだよ。あ、コロッケが半額になる時間だ。いや、主婦かって言ったことないよ。コロッケなんか買いに行かせるか、まったく。勉強の見通しの方が立ってるのかってことだよ。こんなこと言うのもなんだけど、はっきりと見えたよ。お、合格の道がはっきりと見えたか。向かいのマンションのOLは10時に着替えるんだ。覗きか、お前。何見てんだ、お前はよ。違うだろうが、合格の見通しは立ったのかって言ってんだよ。俺、自信がないよ。何を弱気なこと言ってんだ。この1年間一生懸命頑張ってきたんだろ。そりゃまあ、恋にクラブ活動に頑張ったよ。勉強してねえじゃねえか、お前。勉強してるんだ。勉強じゃねえよ、お前は。何やってたんだよ、ったく。そんなことよりな、父さんがほら、お前のために、お守りだから、これな、持ってきなさい。そんなのいらないよ。なんでだ。僕は縁起を担ぐタイプじゃないんだよ。そうか、じゃあ夜食作ってあげる。何がいい。カツ丼かカツカレー。思いっきり担いでんじゃねえか。思いっきり気にしてんじゃねえか、そこらへん。勝つという意味だよ。勝つという意味分かってるよ、そんなことは。何言ってんだ、お守りいるだろ、お前も。実はね、僕自分でお守りももらってきたんだよ。お、そうか。じゃあ2個もあれば絶対合格だな。なんだよ、それぞれ。うん、暗算祈願。バカ野郎、お前。いらないだろ、今のお前には。こっちだけでいいんだよ、お前。何をしてるんだ、ったく。とにかくな、じゃあ父さんが夜食作ってくるから。何がいい？メニューをもらおうか。あるわけねえだろ、そんなもん。ごくごく簡単なもんしか作れんよ。何がいい？じゃあ、あん肝。おっさんか、お前。ちゃんじゃ。おっさんかって。箱はさ。おっさんかって。じゃあ裸になってポーズ取って。デッサンか。何が、うん、何を決めたかも。ケンカなんだろ、さま。もう飯作ってやらんからな、お前には。ったく、なんだよその言い方。ほんでやっぱりだよ。何がやっぱりだよ。驚かないで聞いてよ。なんで。父さんはね、父さんはね、僕の本当の父さんじゃないんだよ。そんな、
なんでお前が知ってんだよ、それ。逆だろ、普通。なんで俺記憶にねえんだ、それ。何言ってんだ、お前、バカな子ばっかり。お前はな、父さんに言われた通り、勉強だけしとけばいいんだ、お前は。いい加減にしてくれよ。なんだ。俺はね、今まで、一生懸命勉強してきたよ。優等生演じてきたんだよ。同級生が遊んでる時だってね、一生懸命勉強だけやってきたよ。父さんが敷いたレールの上歩いてきたよ。だけどね、夢を見つけたんだよ。その夢にね、勉強なんか必要ないんだよ。その夢ってのは一体なんだ。医者だよ。勉強しろよ、じゃあよ。何言ってんだよ、お前。あ、10時だ。覗きをするな。私もこの会社の社長になって早5年か。我が社もだいぶ軌道に乗ってきたし、まあまあこれから頑張っていかないといけないな。そういや今日は新しい秘書が来るんだったな。失礼します。お、来たかな。はじめまして社長、今日からお世話になります、鈴木です。よろしくお願いします。ああ、君が鈴木くんか。よろしく頼むよな。あ、社長のために頑張りたいと思います。欧米か、オペまでつけることはないんだよ、お前。握手ぐらいでいいだろうが。そうか、鈴木くんか。鈴木くんは今いくつだ。いくつに見えます、社長。ホステスか。で、早速なんだけど、はい、今日の私のスケジュールはどうなってるかな。スケジュールですか、少々お待ちくださいませ。今日のスケジュールはですね、11時から雑誌、テレビのインタビューが30本。インタビュー。その後、舞台挨拶です。ハリウッドスターか。俺のスケジュールを言えよ。今日から一緒に来たもので、ああ明日からのスケジュールしか把握しておりません。まいったな。じゃあちなみに明日はどうなってんだ。はい、明日は朝7時から刀狩り。秀吉か。その後黒船で裏側に向かってもらいます。ペリーか。午後からは必ず美容室に行っていただきます。美容室。はい、てっぺんをハゲにしてキリスト教を広めてもらいます。ザビエルか。こうやって。いや、ザビエルかって思う。こんなことやんなきゃいけないんだ私が。もういいよ、スケジュールは。申し訳ございません。じゃあ、とりあえず今日はこの後どうすればいいんだ。書類が結構溜まっておりますので、こちらの書類の方に目を通していただきたいと思います。なるほどな。はい、はい、はい。じゃあ、ちょっと眼鏡。あ、はい。こちらです。はい、どうぞ。な、はい。うわぁ、飛び出てみる !3D か。なんでこんな懐かしい眼鏡を持ってんだ、お前が。普通のよこせ、普通の。お前のじゃないよ。違うだろうが、俺のよこせよったんだ。よし、ね。あと、社長。こちらの書類の方にちょっとハンコをしていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。すいません。はいはいはい。ここなんですけれども。はい、はい、ここに。お、なんだ。お、モグラ叩きか。押させろよ。欲しいんだろ。はい、欲しいです。ここが。お前。そんな紙切れ一枚で夫婦から他人になるの。離婚か。なんで俺が離婚届のハンコを押さなきゃいけないんだ。何を言ってんだお前は。ハンコお願いします。はい。ああ、はい。ほら、押したよ。はい、あと社長、お手紙が届いていました。ああ、そう、どれ。読まずに食べますか。白焼さんか。なんで食べたんだ、人の手紙を。お前、ちょっと集中できんわ、仕事に。ちょ、お前座っとけ。はい、な。はい。初日で緊張してるかなんか知らんけども。はい、ちょっとじっとしとけ、お前。はい。ブー、ブー。うわ、鼻水真っ黒だ。やっぱ東京って空気悪いんだな。家か。お前、どんだけ嫌なの。社長、ちょいちょい。あんま大きい声出さないでよ。隣大家なんだよ。賃貸か。なんで大家がいるんだよ。今回社長室だよ。お前な、じっとも知られないのか。じゃあもういいよ、お茶を入れろ、お茶を。はいはい、年寄りが働けばいいんでしょ。鬼嫁。姑か。誰が鬼嫁だこれ。入れてこいや、やっぱお茶を、はい、これ。あんた、お前偉いの来たな、まったく。裏座って入れろ、お前。社長、お茶が入りました。あー、たくら、はい、熱いので気をつけて。あー、あれ、熱くない。え、なになになに、え、なに、てってれカメラあそこ。え、大成功。ドッキリか。なんでこんなもん持ってんだお前がよ。え、仕事できないくせにこんな。はい、もしもし。はいはい。あ、その件ですか。その件なんとかならないでしょうか。どうした、誰だ。フロントからです。お時間10分前、延長しますか。カラオケか。なんで延長しなきゃいけないんだよ。はいはい、明日ですか。大丈夫です。いいとも。いいともかって。なんで電話来てんの、いろいろから。トラブルから。トラブルって知り合いかお前。違います、取引先です。取引先、はい、変われよお前は。社長、できるだけ話を伸ばしてください。1分あれば逆探知できます。誘拐かって。取引先だ。ああ、どうも、私です。ああ、あの商品ですね。用意はできてますんで。後ほどお伺いします。はい、失礼します。例の商品、用意できてんだ。はい、できてます。じゃあ出かけよう。待ってください、犯人の要求を飲むんですよ。誘拐かってだから。取引先行くんだよ、お前は。上着を取れ、上着は、まったく。何をしてんだ。今日はな、きっちり行かないといけないからな。これでな。よし。バカンスか。なんでこんなにいいっすけど、こんなご用件社長いるか、お前は。ちゃんとやれよ、お前。そう、そうだろうが、お前。おめでとう。おめでとう。還暦か。なんで俺が赤いんだ。
ちゃこっち行くんだよ。取引時間がないんだよ。またしてんだよ。お前スーツの上を取れよ。早く時間がないだろうが。お前はよし来い。容疑者か。かぶせるな。来てろ。今日どのようにしますか。美容師か。早くちゃいますか。美容師かって早いとこないですか。美容師かって。私の父は癌で亡くなったんです。美容師か。お前チワワか。何が食うで。チワワじゃねえか。クビ。縛り首だ。お代官か。チワワか。お前本当クビだよ。なんでお前4回目社長の頭叩き上がって。ちょっと待ってください。すいません、緊張してテンパっただけなんです。すいません、緊張から来たものなんです。これは緊張してたか。緊張したんです。すいません、許してください。この通りです。本当か。はい、許してください。次やったらクビだからな、お前。はい、まあ今日は初日に免じて許してやるよ。本当ですか。ああ、はあ、びっくりした。ドッキリか。クビ。それにしてもあいつ遅えな。たかが近所に電話行くのにどんだけかかってんだあいつ。すいません。お前ね、すいません、遅いよお前。すいません。何やってたんだよ。いや、なかなかタクシー捕まんなくて。何タクシー使ってんだよお前。何タクシー使ってんだよ。出前なんか自転車で行けバカ野郎。すいませんでした、エグゼクティブマネージャー。誰がエグゼクティブマネージャーだよ。バカかお前。寿司屋なんだから大将だろ。裸の誰が山下清だよ。誰が山下清だお前は。だっておにぎり握ってるじゃん。おにぎりじゃねえよお前。おにぎりじゃねえか。寿司握ってんだろ。寿司ですかそれ。お前寿司職人になりてんだろ。お前しっかりしろやったけよお前。それより大将、なんだよ。そろそろ俺にも寿司握らせてくださいよ。何言ってんだお前。10年早いよ。おめえはな、寿司握る前に覚えなきゃいけないこと山ほどあんだろが。全部覚えましたよ。ほう言うじゃねえかお前。本当に覚えたんだな。覚えてます。ああ、じゃあ俺が今からいろいろ試してやっから。はい。じゃあまずこれ包丁研げな、はい、包丁ってのはこれ職人の命だから、ちょっと研いでみろ。わかりました。今日は生きのいい若いのが入って。鬼ババかお前。ヒッヒッヒじゃねえよお前。何してんだ。怖えんだよおめえよ。全然できてねえじゃねえか。もういいや。よーじゃあシャリだ。シャリシャリってのはな、寿司の基本だからな。これがうまくなきゃもう全然話になんねえから。よし、ちょっとお前シャリ握ってみろ。握れんだな。ちょっと変わらって取ってきます。砂利じゃねえよお前。砂利握ってどうしようってんだてめえ、この野郎。泥団子でも作んのか。違うだろうがお前。もういいよ、俺がやるから見とけよお前。こうやってさっと、おっ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 、こんなもんだお前。軽く握るんだ、強く握っちゃダメなんだ。砂利ってのはな。軽くですね。軽く、ちょっと握ってみろ、はい、よっお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 っ、握りっぺじゃねえよお前。せんなよおめえ。軽くにやりますよ。軽くやったってなんだてめえ。匂い軽くしました。匂い軽くってわけだね。言ってんじゃねえよお前は。寿司を握れっつってんだよお前。まずお稲荷さん握ってみろ。はい。お、何やってんだてめえ。誰のお稲荷さん握ってんだてめえ。え、ちっちゃかったですよ。やがしやこれ。二人前あるねそんなもんは。二人前やがしやお前。余計なこと言ってんじゃねえよお前。お稲荷さんを握れっつってんだろ。俺はね、お稲荷なんか握りたくないんですよ。なんだと。やっぱね、主役の魚さばきたいんですよ。おー言うじゃねえかお前。口だけは一丁前だな。おー、じゃあそこの魚さばいてみろお前。いやー、ぬるぬるしてる。女子か。あー、ちょっと動いた。女子かっつってんだ。水仕事で手が荒れちゃう。女子かっておめえ。やる気あんのかな。早くさばけやそれ。俺はね、こんな魚さばきたくないんですよ。なんだと。やっぱ旬のネタさばきたいんですよ。旬のネタ、マグロなんだ。マグロな。マグロは切れません。なんでだよ。拙者の刀は人を切るためにある。侍か。人の体ではなく心を切るんだ。侍か。死ねえ。侍か。危ねえなてめえ。殺す気か。なんなりか。殺す気かお前。何言ってんだお前。今言ったじゃん。なんで俺はこのタイミングで殺す気かって言わなきゃいけねえんだお前や。わけわかんない言ってんじゃん。もう全然ダメだお前。お前なんか寿司に行ってもお前話になんねえから。まずな、接客から覚える。接客、はい、お客さんあってのもんだから我々な、はい、よし、じゃあな、あの寿司握るときはな、変を待ち、これが一番大事だからな。なるほど。ここをポイントバシッて言うのが分かるから。よし、はい、俺客やるからちょっとお前やってみろ。はい、うん、よいしょい。じゃあね大将、アジ握って、へいへい、ハマチ。お待ちだよお前。アジ握っててハマチでややこしいだろうがお前。これお前なんか握るの話になんねえお前。もうダメだ。出前行ってこいお前。出前、まだ出前しかできねえんだお前は。はい、急いでこいよお前。はい、タクシー使うなよ。やろ、あいつ想像以上に何もできねえな。あいつだけはやったく。はぁ、あ、行ってきました。随分早いな今度は。はあ、なんかお前に怒ったら腹減ってきたな。飯でもしようか。いや俺はいいっす。お前出前食ったろ。はい。クビだ。やっぱりな、単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。うん。さてと、今日も一日疲れたし、風呂でも入って寝るか。
した。誰だ、おお、私が誰だか分かる。誰って俺の奥さんだよ。クイズか、お前。何がピンポンだよ、お前。しめんどくせえことしてどうしたんだよ、お前、急に。わざわざ東京から大阪まで来たの？ええ。なんだよ。来るなら、お前、駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠？浮気の証拠よ。お前、来ていきなり何言ってんだよ、お前。浮気なんかするわけないだろ。どうかしらね。じゃあ何よ、このワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミつけんだからお前、シメるみたいに言うんじゃないよ。じゃあ何よ、この鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろうが。あんな臭かねえよ別によ。あなたはちょっと太った。そう、まさか誰かが料理を作りに来てるの。そんなわけないだろう。来てるんでしょ、原付でおかもち持って。出前か。30分以内に来るんでしょ。ピザ屋立つんだよ。来るわけないだろう別に。それよりあなたちゃんとしたもの食べてる。ちゃんとしたものはなかなかない。食べれてる。いやいや、まあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる。猿山か。なんだボスとかお前、お皿とかあるわけねえだろお前、普通に食ってるよ、うん、そうだ、あなたのためにねこれ持ってきたの。うわー、久々だなお前の手料理。あれ中身は。大変だったよ、この弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよ。バカかお前、中身作れよ。いらないよこんなのよ。何やってんだよいきなり来て。あれ、あ、あなた服の趣味変わったんじゃない。いや変わってないよ別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。マリオか、マリオじゃねえかこれじゃよ。あんな格好するか俺。私以外の誰が追っかけてんのね。追っかけてねえよお前。追っかけてるんでしょ、キノコ。マリオかってだから。追っかけてどうなの、息増えんのか俺。追けなくねえだろうがお前。何言ってんだよお前。あや、だってあなたいつも仕事仕事で。いやしょうがないだろ、それはお前のためでもあるんだからさ。大体あなた仕事と部屋とワイシャツと私どれが大切なの。選択肢おかしいだろお前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの、ちょ落ち着け、もう座れよお前さ。まったく、俺が浮気なんかするわけないだろ。なんでそんなこと言うんだよお前。そんな顔も可愛いなお前は。何言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ、仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは、なんか変わったことないかな。そうね、亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああ、そうかそうか、そんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あ、そうそう、あと家が火事で全焼した。先言えよ。一大事じゃねえかそれ。ファイヤー。ファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。一本ピューと生えんだよ。そんなもん俺んじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。誰が来たのね。いや違う、あなた。いや誰が来たのよ。分かったわ。何、山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達って言うなお前。友達しかしねえよ。怪しいわね。いや怪しかない。僕怪しい。いや別に。ああ、何よ、なんで歯ブラシが2本もあんのよ。買い置きしてただけだよそんなもん。ますます怪しい。ああ、なんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろそんなもん。そんなことあるだろ、スピーカーなんかお前。ああ、この写真の女誰よ。お前だろ、どう見てんの。お前ってお前だろお前よ。ああ、何よこの名刺、女の名刺じゃない。取引先だろ、会社名も書いてんだろ。え、佐藤美穂。佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。は、この女はね、あなたと血を分けた兄弟なの。昼ドラか。急にドロドロしやがって。この辺どっかに隠れてるね。隠れてる。出てきなさいこのメス豚。昼ドラかっせだよ。何なんだよお前、タクラは。浮気浮気ってよ、いかにしろよ。俺はな、神に使ってもな、浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからだ。ごめんなさい、私もあなたを愛してるわ。だから心配になってこんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだよ。
でもごめんな、俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後はちゃんと連絡してさ、お前に心配かけ。もしもし、あ、たかし、私、うんうん、全然大丈夫、今一人、うん、え、マジで会える？分かった、いつものホテルのロビーね。はーい。おい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 、お前まさかその電話浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい。離婚。やっぱりな、単身赴任で誰もいない部屋に帰ってくるってのは寂しいもんだな。うんうん。さーてと、今日も一日疲れたし、風呂でも入って寝るか。しゃ。誰だこ、おお。私が誰だかわかる。誰って俺の奥さんだよ。クイズか。お前何がピンポンだよ、お前。しめんどくせえことしてね。どうしたんだよ、お前急に。わざわざ東京から大阪まで来たの？ええ。なんだよ、来るならお前駅まで迎えに行ったのに。それじゃ証拠がなくなるでしょ。証拠？浮気の証拠よ。お前来ていきなり何言ってんだよ、お前浮気なんかするわけないだろ。どうかしらね。じゃあ何よ、このワイシャツの襟の黒いシミは。汗のシミだろ。黒いシミつけんだから、お前チメルみたいに言うんじゃないよ。じゃあ何よ、この鼻をつくようなワイシャツの激臭は。俺の体臭だろうが。あんな臭かねえよ別によ。あなたはちょっと太った。そう、まさか誰かが料理を作りに来てるの。そんなわけないだろう。来てるんでしょう、原付でお金持ち持って。出前か。30分以内に来るんでしょう。ピザ屋勝つんだよ。来るわけないだろう別に。それよりあなたちゃんとしたもの食べてる？ちゃんとしたものはなかなかな。食べれてる？いやいや、まあまあ食べれてるは食べれてるけどもな。ボスに隠れて餌を他の場所に移して食べれてる。猿山か。なんだボスとか、お前お皿とかあるわけねえだろ、お前普通に食ってるよ、うん、そうだ、あなたのためにねこれ持ってきたの。うわー、久々だなお前の手料理。あれ中身は。大変だったよこの弁当箱作るの。弁当箱作ったんだよ。バカかお前、中身作れよ。長いよこんなのよ。何やってんだよいきなり来て。あれ、あ、あなた服の趣味変わったんじゃない。いや変わってないよ別に。だって昔は赤いシャツにオーバーオールだったじゃない。マリオか。マリオじゃねえかこれじゃよ。こんな格好するか俺。私以外の誰が追っかけてんのね。追っかけてねえよお前。追っかけてるんでしょう、キノコ。マリオかってだから。追っかけてどうなの、一気増えんのか俺。わけなくねえだろうがお前。何言ってんだよお前。あ、よ、だってあなたいつも仕事仕事で。いやしょうがないだろ、それはお前のためでもあるんだからさ。大体あなた仕事と部屋とワイシャツと私どれが大切なの。選択肢おかしいだろお前。部屋とワイシャツいらねえだろうがよ。何を言ってんの、ちょ落ち着け、もう座れよお前さ。まったく俺が浮気なんかするわけないだろ。なんでそんなこと言うんだよお前。そんな顔も可愛いなお前は。何言ってんだよ。だって全然構ってくれないじゃない。いやそれは悪かったけどさ、仕事が忙しくてなかなか連絡とかできなかったんだって。どうだそっちは、何か変わったことないかな。そうね、亀の太郎がちょっと大きくなって餌の量が増えた。ああそうかそうか、そんなもんか。あとトイレのショーの流れが悪くなって全部台で流した。そんなもんだな、うん、あそうそう、あと家が火事で全焼した。先言えよ。一大事じゃねえかそれ。ファイヤー。ファイヤーじゃねえよお前。何軽い流れで言ってんだお前。大丈夫かよそれよ。ちょっと何よこの長い髪の毛。はあ、まさか毛が生えてきたの。生えるか。一本ピューと生えんだよ。もう俺んじゃねえよこれ。あなたのじゃないの。じゃあ誰のよ。誰が来たのね。いや違う、あなた。いや誰が来たのよ。分かったわ。何、山下達郎ね。来るわけねえだろ。なんで山下達郎だよ。山達が来たのね。山達って言うなお前。山達しかたしねえよ。怪しいわね。いや怪しかない。どうか怪しい。いや別に、ああ、何よ、なんで歯ブラシが2本もあんだよ。買い置きしてただけだよそんなもん。ますます怪しい。ああ、なんでスピーカーが2個もあんのよ。大体2つだろそんなもん。そんなもん2つあるだろスピーカーなんか。お前、ああ、この写真の女誰よ。お前だろどう見ても。お前っきりお前だろお前よ。
ああ何この名刺、女の名刺じゃない。いや取引先だろ、会社名も書いてんだろ。佐藤美穂、佐藤さんだよ。この女だけは絶対ダメよ。は、この女はね、あなたと血を分けた兄弟なの。昼ドラか。なんだよ君ドロドロしやがって。この辺のどっかに隠れてるね。隠れてね、出てきなさいこのメス豚。昼ドラかってね。なんなんだよお前タクラは。浮気浮気ってよ、いかにしろよ。俺はな、神に使ってもな、浮気なんかしてねえよ。お前を愛してるからな。ごめんなさい、私もあなたを愛してるわ。だから心配になってこんな風になっちゃったの。分かってくれりゃいいんだ。でもごめんな、俺が家を開けたばっかりにこんな心配かけて。今後はちゃんと連絡してさ、お前に心配かけ。もしもし、あ、たかし、私、うんうん、全然大丈夫、今一人、うん、え、マジで会える？分かった、いつものホテルのロビーね。はーい。おい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 、お前まさかその電話浮気してんじゃねえだろうな。浮気してんのかい。離婚。どうも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 こちらになります。こちらですね。こちらの物件がね、あの、うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いや、そうですよ。本当にお客様の条件すべて満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい、はい。じゃあの、防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャック開けたらスッと中に入ります。弁当立つんだよ、それ。入られ放題じゃない、それ。差がありすぎますよ、ちょっと。あ、一応鍵は2つついてますけどね。あ、26。それは安心ですね。あと、あの、窓も2枚重ねとなっております。二重サッシ。それは静かでいいね。家賃の方も私と大家さんの両方から。二重世紀バカ野郎、お前。二重席ってそこはいらねえんだよ。冗談ですよ。何すか冗談って。じゃあちょっと中入ってみましょうか。ああ、入りましょう、ね、入りましょう。はいはいはい。なかなか立派だな。はいはいはい。どうぞどうぞ。あ、はいはいはい。ほうほう、なるほどなるほど。こうなってるわけですね。はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける彼女か。何言ってんだよ、あんた。あ、大きめのスウェット出そうか。彼女かって言ってんだよ。明日朝早いけど、気づかない。彼女かって言ってない。なんでここあんたんちになっちゃってんの。まあまあ冗談ですから。冗談って何なんですか、それ。はい、ください。どうですか。あ、はいはい、でも意外に広いですね。ええー、まあ天井は高くてね、筒抜けになってます。筋抜けみたいに言うんじゃねえよ。どこに情報漏れんだよ。あとね、下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ。昔かお前。なんだよこんなもん。日当たりはもちろん、風当たりも抜群です。冗談じゃねえよ。風当たり強かったら。あ、そうですか。何言ってんすか。うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか。はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております。あ、そうなんですか。それだけは手を抜いておりません。へえ。実は私には2人の兄がいたんですよ。はい。作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え？藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。三匹の子豚だろ。三匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子です。知らねえよそんなもん。レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろってね。あとトイレの方ですね、うん、和洋中からやれますけど。中ってなんだよそれは。中華ですよ。洋式でいいよ。洋式でいいですか。キッチンはキッチン。あ、キッチンはこちらなんですけどね。おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし。あ、いいねこれ。今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つ付いてきます。通販かっつんだよ。そんなもんよ。あと火を起こす際には下にですね、板と棒があるんでそれで起こしてください。原始人か。クロマニオン人か。誰が誰がクロマニオン人だってね、この野郎。ごめんなさい、冗談です。冗談じゃねえだろ、それ叩いたろってね。冗談ですから、こんな冗談じゃねえだろうが。ほんで見てくださいよ。ほんで、まあまあまあ、いいや、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの。最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいですか。バカか、お前。なんで駅まで電車で行っちゃうんだ、おめえよ。すり足で10分。力士勝つんだ、お前。二人三脚で15分。やらねえよ、そんなもん。30人、31脚だと子供たちか、お前。やってたんか、そんなこと。結構早いんですよ、あれ。早いんですよ、じゃねえよ。徒歩でどんぐらいっつってんの。徒歩で5分ぐらいですかね。ああ、そうなの。冗談です。冗談なのかよ。ロップ3年ぐらいが出してて、ね、ああ、そうか。そうですよ。まあまあまあ、駅からも近いし。どうしますか。決めちゃおうかな。あ、お目が高いですね。まあでもですね、あらかじめご了承いただきたいんですけども、ごく稀になんですけどね、押し入れにね、全く知らない子供遊んでますけど、無視してください。できるわけねえだろ、お前。おまけでねえか、そんなもん、お前は。階段ですよ。いや、階段ですよ、じゃねえ。そこ冗談ですよって言ってくれよ、お前。冗談ですよ。冗談なんか、はいはいはい、あ、じゃあ、まあまあまあ、場所もいいし、物件も気に入ったし、はいはい、借りちゃおうかな。あ、借りますか。うん。困ったなぁ。え、ちょっとね、貸せないんですよ。はぁ、全部冗談だったんです。いい加減にしろ。
はい、ねえ、もう本当にあれですけどもね、でもね、最近ね、はい、おかげさまで日本全国からね、ファンレターなんかをいただくようになったんですよ。そうですね、おかげさまでいただくようになりました、本当にね。その中でね、結構記憶に残ってるのはね、トシさんのツッコミってかっこいいですねとかね。あ、なるほどね、いいですね、本当嬉しいですね。いやでもね、それそうですよ、それは僕もね、よく聞きますよ、友達とかね、芸人仲間とかからもね。あ、そこ、お前の相方のツッコミも関東一だねとかね。いや、すごいうまいらしいね、お前。何も出ないよ、そんなこと言ったって。ねえ、うまいよお前。いや、まあまあまあね、皆さん期待してるから。いや、そりゃそうだよ、右腕がうずいちゃって。行くよ今日も。いや、行っちゃったよ。いいね、乗ってますよ。イエーイ、今日は行くよ。まあいい、もう乗っちゃったから。これ手つけられないよ、うちのトシちゃん乗っちゃったら手つけられないからね。誰か止めてよ、本当に。本当にね、止めてほしい。まあでもね、はいはい、夏でございますけども、夏だね。夏といったらいろいろやりたいことがございますからね。いや、いっぱいありますよ、夏といえば。イベントの宝庫ですからね、もう海水浴とかね、プール行ったりね、キャンプとかね、花火大会とかもね、花火大会ありますけども、あなたが一番やりたいのは何？お祭り。お祭りがね、僕大好きなんですよ、お祭りがね。お祭りはね、俺も大好き。だってね、お店がいっぱいあるんですよ。お店いっぱいありますよ、それね。金魚すくい、ヨーヨー釣りとかね、お面とかね、あとなんだ、焼きそば、焼き鳥ね、お好み焼き。ありますけれども、あなたが一番好きなお店は何？わたあめ。わたあめがね、好きなの。わたあめはね、美味しいからね。美味しいもん。俺も大好き。大好きでしょ。まあでもね、お祭りよりはね、僕はやっぱり夏って言ったらやっぱり海水浴ね。海水浴が楽しいですよね。まあ僕ら北海道出身なんでね。そうなんですけどね。海道になってて短いんですよ、で海に入るのともね、そうそう、1週間とかないぐらいなんですね。ないですよね、だからあんまりね、思い出がないんですよね、いやでもね、そうなんだけど、まあ海水浴って言ったら一般的にはね、いろいろ楽しみが、一般的にはね、それありますよ。スイカ割りなんか楽しいですよ、あれはね。スイカ割りね、やったことないですね。俺もないからね、別にないんだけど。ないでしょ、俺もないけど、ね、じゃああれだ、ビーチバレー。ビーチバレーね、やったことないね。あちけー、俺もねえもんな、やんないよね、俺もやんない、ああいうのは。そうかそうか。ではじゃあね、なんですか、キャンプ、キャンプなんか楽しいね。キャンプは楽しいよ、みんなで。ほんと係を決めるからね。係決めたね。俺炊飯係、俺はじゃあ火を起こす係、俺はね、水汲んでくる係とかなって言ったけども、あなたは一体何係？テント張る係。そうだね、テント張る係。難しいからね、あれは意外に。いや、あのね、テント今簡単なんだって。あ、そうなんです、簡単、誰もやってください。誰もできるなら、子供でもできるって言いますからね。そうそうそう、そうか、じゃあね、子供の頃ね、いろんな遊びやりました、子供で。あったよ、楽しい遊びね。いろんな遊びやりましたけどね。かくれんぼとかね、影踏みとかね、高鬼とかね、いっぱいありましたよ。あったけども、あなたは一体何で遊んでたの？だるまさんが転んだ。そう、俺もね、あれが楽しかったよね。あ、じゃあひとりさんにやってみようか、ちょっと昔の遊びを。そうだね、じゃあかくれんぼやろう。お、かくれんぼ。よし、じゃあ俺鬼やるから隠れてよ。よし、わかった。変なとこに隠れるんじゃないよ。よし、行くよ。もう一回、まだだよ。もう一回、まだだよ。もう一回、もういいよ。あ、どこかな、お尻から、いねえだ、物置、いねえだ、冷凍庫、死んじゃうか、なんだ、どこかな、どこにいるのかな、参ったな、コウさん、一体どこにいるの。ここだよ。何やってんの。お前、あそこ一体どこなのよ。だからその壁の裏だよ。何やってんの、お前。壁の裏って、あれ一体どこなの。だから壁の裏だって。何やってんの、全然探しに来ないじゃん、面白くねえよ。全然。何そこでさ、なんかパントマイムみたいにやってんの。探しに来いよ、何、自分からやろうって言ったんだよ。何考えてんの。あそこ一体何なの。だから壁の裏だよ。何回も言わすなよ、お前。全然やったことあんの、かくれんぼ。いや、あれ。全然怒ってないじゃん、ルール。やっぱね、だるまさん転んだのがいいんですよ。よし、だるまさん転んだやろ。面白いかな、それ。大丈夫かな。おお、面白い。面白いのね。うん、面白いんだったらやる。面白いよ。頼むよ。うん。面白いんだからね。じゃあ行くよ。お、だるまさんが転んだ。あ、動いた。あ、動いた。いや、全然動いた。何やってんの、ルール知らないの、だるまさん転んだ。動いちゃダメなんだよ、見た時に。全然動いてたじゃん。まあ、動いたけどね。じゃあもう逆。変えても大丈夫かな、面白いかな。いや、大丈夫だって。俺得意だから。面白い、面白い、面白いのね、面白い、面白い。お前動くんじゃないよ、お前。こいつはすぐ動くんですよ。よし、じゃあ行くよ。だるま、はい、タッチ。全然弱くね。何それ、普通にそんな油断してたらすぐタッチされるよ。遊びはもういいや、昔の遊びとかもういい。だってもう大人だもん、僕ら。大人ですから。そうだよ、もうね、一般常識をね、考えなきゃいけない。一般常識ね、なかなか言えないからね。そうだよ、知らないことがね、結構あるんですよ。結構あります。例えばね、えと、あ、えとね、あれ12個あるからね。意外に言えなかったりすんの。自分のしか覚えてない場合が。そうそうそう。あなた言えるかな。僕は言えます。言えるのね。はい、12個あるから頼むよ。はい、わかりました。じゃあ行きましょう、スタート。ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、すじ、さる、とり、いぬ、い。言えた、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 言
前、言いますよこいつはそういうのは。言ったよ、うん、間違いません、お前はできる、うん、うん、俺は分かってた、うん、そうか、うん、じゃあね、ことわざなんかどうかな。あー、ことわざってほら日常であんま使わないからね、結構できないね、ど忘れしてる、ど忘れしてるんだ。じゃあもうすぐ、あー、もうすぐ行くよ、俺が言ったらすぐ次続いてよ、うん、行くよ、この場の先の杖、うん、まあこれはね簡単だから、うん、2階から目薬、急がば回れ、豚に真珠、猫に小判、泣き面に蜂、馬の耳に念仏。完璧だなお前な、さっきから。うん、完璧だな、うん、うん、ごめん、トラヌダヌキの、あ、それわかんねえわ。あ、わかんない、うん、じゃあ言ってみよう。それ習ってない、習ってない、じゃあ言ってみよう、うん、トラヌダヌキの、はい、いや、わかんない、うん、それわかんないんだって、うん、俺習ってないから。わかんないでしょ、わかんないけど、うん、習ってないからわかんないんだもん、うん、そうか、だから教えて、うん、答え、じゃあ、まず言ってみよう。いや、まず言ってみようって、だって習ってもいないのさ、言って当たると思う。言葉ってすごいいっぱいあるんだよ、うん、そんなから何、俺がさ、選んでバッて言うと当たると思う、まあ、答え教えて。でもわかんないから一度、一回言ってみて一回言って、わかんないからこそ言って、トラヌダヌキの川山よ。あ、合ってたの、合ってたの、いや、不安だったね、なんか迷ってたの。あ、わかんないから、そうそうそう、自信なかった、ほら、恥ずかしいからさ、うん、漫才中にね、こんなこと言うのもあれなんだけども、うん、面白い話してくんねえかなあ、面白い話、もうこれがボケ、ボケ、もうこんなこと俺言いたくないけども、うんうん、右腕がもううずいちゃって、ああ、はいはい、こいつが黙ってない、ああ、そっか、おい、仕事してないよってね。あ、うん、なるほど、分かってくれた、分かった分かった、ごめんね、うん、こんなこと言って。俺言ってよ先に、うん、ごめん、うん、じゃあ、いや、あのね、うん、これすごい面白い話なんだよ。おお、うん、あのね、僕のね、隣にね、夫婦が住んでるんですよ。おお、うん、ほんでね、そのね、旦那さんがね、一回この間外でね、なんかこんな動きしてた。おかしいよ、何やってんだろうと思ってね、ってパッと近く行ってね、パッと見たらね、土食ってるんですよ。何何それは、ほんでね、旦那さんに直接ね、あの、何やってんのって聞くの怖いから、怖い怖い、奥さんに聞いたんですよ。あのね、旦那さんがね、土食ってましたよって。そしたらね、あのね、奥さんこう答えたんですよ。なんて言ったの。あのね、うちの旦那は3年前からアルツハイマーになっちゃった、若年性だって、ボケてたんですって。ボケろよ、おめえ、ボケてくる俺一回もつかめねえじゃねえか、ボケろ忘れてたんだ。うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いや、そうですよ、本当にお客様の条件すべて満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい、はい、じゃあの防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャック開けたらスッと中に入ります。テントかっつんだよそれ入られ放題じゃない、それ差がありすぎますよちょっと。あ、一応鍵は2つついてますけどね。あ、26、それは安心ですね、はい、あとあの、窓も2枚重ねとなっております。二重差し、それは静かでいいね、はい、家賃の方も私と大家さんの両方から、うん、二重世紀バカ野郎お前二重席ってそこはいらねえんだよ。冗談ですよ。何すか冗談って、じゃあちょっと中入ってみましょうか。ああ、入りましょう、ね、入りましょう、はいはいはい、こちらね、なかなか立派だな、はいはいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはいはい、ほうほう、なるほど、なるほど、こうなってるわけですね、はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける、彼女か何言ってんだあんた。あ、大きめのスウェット出そうか。彼女かっつってんだよ。明日朝早いけど気づかず、彼女かってうるせえな。なんでここあんたんちになっちゃってんの。まあまあ冗談ですから。冗談って何なんですか、それ。気にしないでください。どうですか。あ、はいはい、でも意外に広いですね、まあ、天井は高くてね、筒抜けになってます。吹き抜けみてに言うんじゃねえよどこに情報漏れんだよ、あとね、下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ。昔かお前、うん、そんなもん。日当たりはもちろん、風当たりも抜群です。冗談じゃねえよ。風当たり強かったら。あ、そうですか。言ってんすか、うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか。はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております。あ、そうなんですか。それだけは手を抜いておりません。実は私には2人の兄がいたんですよ。はい、作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え、藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。3匹の子豚かお前。3匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子です。知らねえよそんなもんお前。レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろてめえ。あとトイレの方ですね、うん、和洋中からやれますけど。中ってなんだよそれよお前。中華です。洋式でいいよ。洋式 で, 洋式 で, ですか。あ、分かりました。キッチンはキッチン。あ、キッチンはこちらなんですけどもね。おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし。あ、いいねこれ。今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つついてきます。通販勝つんだよ。何よそんなもんよ。あと火を起こす際には下にですね、板と棒があるんでそれで起こしてください。原始人か、クロマニヨン人か。誰が誰がクロマニヨン人だてめえ、この野郎。ごめんなさい、冗談です。冗談じゃねえだろ、それ叩いたろってめえ。冗談ですから、そんな冗談じゃねえだろうがよ。ごめんね、見てくださいよ、ほんで、まあまあまあ、はいはい、いいや、こういうのは分かったけどさ、はいはい、
この最寄り駅からどれぐらいかかるの？最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいですか、ね、バカかお前なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよ。すり足で10分力士勝つんだお前。二人三脚で15分やらねえよそんなもん。30人31脚だと子供たちかお前やってた昔そんなこと。結構早いんですよあれ。早いんですよじゃねえよ。徒歩でどんぐらいっつってんの？徒歩で5分ぐらいですかね。ああそうなの。冗談です。冗談なのかよ。ロップ買わねえから出しててめえ、ああそうか。そうですよ。まあまあまあ駅からも近いし、うん、どうしますか。決めちゃおうかな。あお目が高いですね、うん、まあでもですねあらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、うんうん、押し入れにね全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろお前。おまけでねえかそんなもんお前は。階段ですよ。いや階段ですよじゃねえ。そこ冗談ですよって言ってくれよお前。冗談ですよ。冗談なんか、はいはいはい、じゃあまあまあまあ場所もいいし物件も気に入ったし、うん、はいはい、借りちゃおうかな。あ借りますか。うん困ったな。えちょっとね貸せないんですよ。はあ全部冗談だったんです。いい加減にしろ。はい、はい、ということでね、UM1 ね、勝手に今、本当ですよ、決勝でございます。決勝ということでね、もう頑張っていただきましょう、張り切って。そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから。いい年ですよ。ね、子供なんか欲しいなと思います。子供最近見たらもう可愛くてしょうがないね。双子可愛いよね。双子可愛い。ザタッチとかオスピーさんとかね。そう言われると考えちゃうじゃないか、お前。そうだと俺三つ子がいいよ、お前。あ、三つ子、俺600つ子欲しい。買えるか、お前。おたまジャックしか。何がだよ。手と足入ってきてるの。一番気持ち悪い時期じゃないか、それでお前。一番気持ち悪い時期。やめてくれよ、そんなの。俺はでもね、一人でいいと思ってる。あ、一人でいい。だってさ、アンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思う。埋めねえよ。じゃあおかかで。いや、おにぎりか、お前は。誰が埋めねえよって言ったんだよ、お前。埋むことできないよって言ったんだよ。おかしいだろ、会話の流れとして、お前は。何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん。よく言うじゃないですか。一姫二太郎。三なすび。初夢か。なすびいらねえんだよ、それ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。で、その子が大きくなって女になってほしい。特殊か、お前。大変だぞ、そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないけど。それは俺は回るよ、それは。あ、そう、うん、まあまあね。あと名前なんか決めるの大変だよ、ね。名前、俺も決めてるけどね。決めてんの。うん、男だったら毒マムシ。特殊か、お前。三大湯にしとけ、せめてよ、お前。女だったらイボンヌ。特殊かって、だから、イボンヌってどんな字書くんだよ、お前。胃袋のイって書いて、うん、イボンヌ。特殊か、お前。読めるか、そんな当て字。読めなくねえだろうか、お前は。いや、でもいいですよ。でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね。ほっぺがプニプニですから、ね。そう、あのプニプニのギューって泣かしたくなる。特殊か、お前は。泣かそうとするんじゃないよ、お前、ね。あと赤ちゃんの足の裏、こじこじってると赤ちゃんがふーって笑うんですよ、ね。泣かしたいね。特殊かって、だから、お前。泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れると、キュッて握るんだ。あー、泣かしたい。特殊か、お前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや、当たり前だろ、そんなもん。何を対抗してんだ赤ちゃんに、お前は。俺だって握れるよ、ギュッと。 みんな握れるわ、そんなもん、お前は。俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよ、それは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ、俺は。負けだよ、お前の。なんだよ、可愛いでしょ、赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ね。はい、パーパ言ってくれ。パーパパーパ。水砂漠か、お前。どこで教えてんだ、俺よ。部屋の中で教えてるわ、ちゃんと。はい、パーパ言ってくれ。パーパパーパ。パパ喋っちゃったよ、お前。はっきりしゃ、いや、サンダーバードじゃねえか、それじゃよ。いや、動かなくていいよ、お前。こんな気持ち悪い赤ちゃん、やだろうがよ、おい。しかも、清水明バージョンってなんだよ、それ。いまいちわかんねえよ、それ。もういいんだよ、やる。ノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ。普通の赤ちゃんやれよ、お前は。はい、パ、パだよ、パ、パ、パ、言うてな、パってくれ、パ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 、そうそうそう、パ、パ。パーフェクト。お前だよ。いきなりパーフェクトじゃねえか、発音まで。女赤ちゃん嫌だわ、お前。何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いや、そりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だよ。親父は心配しちゃうから、ね、そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいて、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい、化粧濃すぎるだろう。うるさいわね、ほっときなさいよ。高校生は化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよ、そんなの。だからってお前、自分の息子は化粧してると思ったら。特殊か、俺。息子かい。え、女の子、女子高生。え、女子高生です。特殊か、お前。何がだよ。こんな女子高生いるか、お前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいや、これは漫才気持ちが悪いよ、お前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがない、お前。女子高生、俺が女子高生やで。お前だって短いじゃねえかよ、お前。橋田須賀子見て頭しゃがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるから、お前えなり君。なんで渡る席にえなり君いねえんだよ。だってしょうがないんじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃねえか。10点のモノマネでよくできんな、そんなもん。え、そんなんじゃないんですよ。まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ね、そうなん。男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ね。おい、バベ、小遣い値上げしてくれ。なんて口聞くの、42にもなって。特殊か、俺。なんで42で小遣いせびてんだ、お前は。15、6で。
何なの年数そのだらしない制服の着こなし。うるせえな。ズボン下げすぎじゃない。恥ずかしくないの？ティーバッグ丸見え。特殊か俺お前。なんでティーバッグ履いてんだ。これ母さんのティーバッグじゃない。特殊かお前も。ほらやっぱりうんこがついてる。いや汚いなお前。なんでうんこついてんだお前はよ。そんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなって親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア、何部屋勝手に掃除してんだよ。おい母さんに向かってなんて口の方だ。そうよ年数謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の方。うるせえんだよ年数謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえよ。なんて口聞くんだ年数。うるせえな。俺がなんで謝んなきゃ関係ねえだろうがよ。母さん大丈夫か。大丈夫だけどか、ややこしいわ。なんか何役やってんだ俺。これぐる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 役変えんなよお前。一個にまとめとけよ。おじいちゃん黙ってて。あそうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよお前。戦争の厳しさ。いやさっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだあのじじい。あんな悪いじじい。いいんだよ。とにかくそういう暴れ出すんですけどね、うん、暴れ出すんですよ。他にもねやっぱり最近多いのはね、うん、引きこもりですよね。ああ引きこもりはね大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする。自分の子供が引きこもったりしたらお前。いやそれはね俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどんおい出てこい。やだ、ね、何やってんだ。出てきなさい。違う違う。やっと出てきたな。いや違う話聞いてた。いや話の中何やってたんだ部屋で。いや何やってたんじゃなくてこもりっぱなしで。いや違う俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何意味わかんない。いや意味わかんないじゃなくて父さんは俺だろ。いや違う一回頭おかしくなったのか。いや頭母さん病院に行け。話を親父に向かって電話したな。いや親父じゃねえんだよ。一回待て。一回役から出てこいお前。一回出てこい。話になんねえから。どうして出てこいっつうのお前。役まだ。いやもういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ俺別に。いや出てきてんじゃないよお前すって。役に引きこもるんじゃないんだ。違うよ俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あでも大変らしいよ。引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫俺ハートで当たって。ハートで当たってよ。ああ頼むわ。タカヒロ出てきなさい。ダン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 。ガチャパパ。いや出てくんじゃねえよお前。パパパパじゃねえよお前。パパいやパパ大好きっ子じゃダメなんだよ。だからいや違うんだよ。やっと出てきたのパパに会いたくて。引きこもりをやってって言ってるから僕に引きこもれって言う。いやそういうことじゃねえんだから引きこもりの楽器をやれっつってんだろてめえ。てめえいやてめえだ。痛いよパパ。いや違うんだよ。だからパパ大好きっ子じゃなくて引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから引きこもっとけ。どんどんどんじゃパパ出てくんな。いやだから違う。だからひどいよ。僕はパパが好きなのに。だから役から引きどうして暴力を振るうのパパ。うるせえな。あパパもう拉致はおかねえわ。違うパパのことをあまり好きじゃない子供をやってこんなだから出てこいてパパあのパパお前パパしか言ってないけど俺いろいろな言葉言って疲れてんだ俺。もうヘッドヘッドだ。お前はパパでいいかもしれないけど。いやだから違うんだよパパ。いやもういいよ気持ち悪いな。もういいサンダーバードじゃねえんだよこら。おいなんでそれだけノリノリなんだお前よ。じゃあ引きこもりの子供で俺が引っ張り出すからガチャガチャやらして。なるほど分かった。疲れるわお前。どんどんどん開けなさい。高いよガチャガチャ開けろガチャガチャ開けなさい。横かよお前それよ。俺が恥ずかしいじゃねえかお前。横に引くドアどうとこどうとって。なんだよやってんだお前。いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないでほら母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは豚の顔甘く煮たやつ。特殊かお前。何食ってんだようちの家族よお前。いいんだよお前唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校で何かあったのか。いじめられてんだ。いじめ誰んだ。教頭先生。特殊かお前。給食のおばさん。特殊かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特殊かもう学校関係者でもねえじゃねえかお前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああそうか。どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特殊かお前。どんないじめだよそれよ。女子が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特殊かお前。別にいいだろそんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特殊かお前。恋のキューピッドじゃねえかそうなったらお前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は特殊か。何が。いやいや俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いやだから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうも。お客さん終点ですよ。来てくださいお客さん。終点ですよ。え終点ですよ。えもう日曜の夕方。商店じゃねえよ。終点ですよ。終点着きました。はい。じゃあ終点に着いたことを祝して乾杯。なんでですか。飲んで飲んで。そうなんだ。いやそう。なんで飲まなきゃいけないんですか。あんたどれの中だろ。どんな中ですか。初対面じゃないですか私たちは。遠慮すんなって。酒臭いぞ。水臭いでしょ。酒臭いのお客さんじゃないですか。飲んで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 飲ん
何飲ますんですか、育毛剤なんて。なんでいいんだよ。何言ってんすか、もう他のお客さんも降りたんで、もう最後はお客さん、だから寝ないでください、ちょっとお客さん。寝ない、お客さん起きてください。あ、すいません、チェックでお願いします。居酒屋か。あの領収書はね、居酒屋かって、だからあれ下駄箱の鍵がね、居酒屋かって、下駄箱なんかないですよ。あとちょっとだよ、あと一息乗ったら帰るからさ。あと一杯飲んだら帰るみたいに言わないでくださいよ。よし、今日は朝まで乗るぞ。居酒屋かって、朝まで飲むぞみたいに言わないでくださいよ。まったく何言ってるんですか。ええじゃないですよ、大丈夫ですか。もう、うっ、ちょっとやめて、勘弁してくださいよ。ここはできちゃったみたい。おめでたかできなきゃないでしょ。言ってんすか。あ、蹴った、おめでたかって。何も蹴らないでしょうが、降りてくださいよ。え、降ろせって、ひどい。いやいや言ってないですよ、降ろせって言ってないですよ、降りろって言ったんですよ。ひどい、絶対今私こうでもないから、こいや、ちょっとちょっと気持ち悪い。大丈夫ですか、あんたの顔殺すぞ。気持ち悪いだったく、お客さん相当飲んでるでしょ。飲んでないですよ。飲んでますよ。飲んでないですって、本当に飲んでますって。今回勘弁してください、もう点数がないんですよ。飲酒検問か。あんの点数なんかないですよ。おまわりさんじゃないの。違いますよ、コスプレか。いや違うよ。いや何がコスプレじゃねえかよ。あんたが勝手に紛らわしいな、ま、勝手に勘違いしてるだけだろうがよ。何がコスプレ。うるせえよこの野郎。何なんすかその態度。うるせえんだよお前この野郎。何すか。俺はね、嫁子供のためにね、一生懸命やってきたんだよ。いやそれは分かりますけど、ね、それちくしょう、いまだに嫁もできやしねえよ。独身じゃねえかよ。何すか嫁子供って。何言ってるんですか。何がおかしいんですか。ちょっとなんか楽しくなってきたね。知らないぞ。ちょっとゲームやろ、ゲーム。やらない。山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅の名前、品川、新宿、渋谷、新橋。あんた強いね。車掌だよ。負けられないでしょうか。もう何言ってるんですか。ちょっともう本当降りてもらわなきゃね、こうなったら鉄道警察呼ばなきゃいけないですよ。警察。はい。実はね、こういうもんなんだよ。定期じゃねえか、ただの。何が実はねだよ。こっちも遊びじゃないんでね、暇じゃないですよ、もう本当に。頼むよ、聞いてくれ、最後だから、最後に聞いてくれよ。本当最後ですよ、これ聞いたら帰ってくださいよ。なんですか。俺は会社のために今まで一生懸命頑張ってきたんだよ。それなのに課長はよ、お前は会社のお荷物だってよ。俺は貨物列車か。何が。いやいや、なんで俺が叩かれんの急に。急に急降下。いや何がだよ、だからよ。あー、急降下。何がって全然わかんない。結婚してください、急婚か。いい加減にしろ。なんで俺がベシベシ叩かれんだよ。さっから、リンゴが10個あります。猫がやってきてリンゴを1個加えていきました。さあリンゴは何個。9個か。11個だ。なんでだよ。猫が1匹やってきてリンゴ1個加えてった、追加してった。あ、なるほど、加えたっていうのは足してったってことか。どうでもいいよ。おい、誰も見つかってねえだろうな。ああ大丈夫だ。それより本当にこの銀行だってんのか。ああ、この銀行に間違いねえ。この銀行の金を全ていただくぜ。よし分かった、早速取ろう。ああ、一人待ちだった。その客か。何ご丁寧に番号札持って待ってんだおめえよ。時間がねえっつってんだろ。時間がねえんだな、分かった、マジで。ああ客かって、だからなんで ATM で下ろしてんだおめえよ。いや暗証番号見ないでくださいよ。いや見てねえよ暗証番号なんか。時間がねえっつってんだろうが、盗むんだよ。よし早速行こう。よし、あ、ちょっと待てよ。なんだ。そこに防犯カメラがあるだろ。あ、絶対に映るんじゃねえぞ。バカ野郎、映ってなんぼだろ。若手芸人かお前。ちょっと待ってくださいよ。若手芸人か、危ねえなお前。嘘ってどうすんだよ、ったくよ。足つくだろうか、ったく。もう時間がねえから、okay. あそこに金庫がある、okay. よし行こう。あー、どうした、罠か。静電気。紛らわしいんだよ。そんなでけえ声出すんじゃねえよお前はよ。カチ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 、開いたか。カチカチカチ、開いてねえのかよ。なんだ今の笑みは。開いたと思ったのかよお前。全然わからん。もういいよ、変われよお前は。ったく、開いたぞ。よし。おお、100万だ。子供か。大金すべてがお前100万か。お前は1億2億あんだろうが。ええー、じゃあチョコボール何個買えんの。子供かって言ったから。チョコボールで換算してんじゃねえよお前はよ。すげえ金だぜこれ。ふん、こんな金じゃジェット機すら買えないじゃない。セレブか。行くわよボブ。セレブかっつってんの。私のホテって体を癒してちょうだい。うるせえなお前。どうでもいいから
よし、この金さっさと詰めちまうぞ。あ、そうだな。よし、バッグよこせ。オーケー。よし、 OL かこんなちっちゃいポジションあるか、お前は。このでかいのよこせよ、お前は。全くよ、お前。エスパー伊藤か。なんで入ってんだよ、お前。時間ねえんだよ、時間が、お前。どけよ、お前は。じゃあ俺金詰めるから、 お前は仲間に連絡しとけ。うん、わかった。もしもし、ジンジャーエールとレッドアイください。カラオケボックスか。え、レッドアイないんですか。いや、カラオケボックスじゃねえんだ、おい。何がレッドアイだ、お前。いいよ、もう。じゃあお前金詰めろ、俺電話するからよ。まずい。まずい。お前も早く隠れないと先生に怒られる。避難訓練か。なんで避難してんだ、お前。いいから、どうすんだ、防犯ベル鳴っちまったぞ。参ったな。避難訓練かって、だから。座布団あってよかった。やかましいな、お前。余計なことすんな。防犯ベルが鳴ったってことは警察来るぞ。そうだな。よし、急いで電話来るぞ。よし、よし。あ、ちょっと待てよ。絶対に証拠は残すんじゃねえぞ。今の警察はな、髪の毛一つでも犯人を見つけちまうからな。髪ねえじゃねえか。やるわ。髪ねえじゃねえか。短めなだけです。てか、お前のことを心配して言ってんだろうが。大丈夫だ、いいか。よし、それじゃあ行くぞ。よし、分かった。ちょっと待て。どうした。この長い髪の毛、一体誰のよ。彼女か。知らねえよ、そんなもん。お前、銀行員か誰かんだろうか。お前、仕事に集中しろよ。お前、仕事と私どっちが大切なの。彼女かって言うだけ。なんでお前と仕事比べなきゃいけねえんだよ。お前、もういいから行くぞ。お前、犯人に次ぐ、犯人に次ぐ。無駄な抵抗はやめて出てきなさい。まずい、まずいな。警官に囲まれちまったじゃないか。ここは俺に任せろ。え、おい警察、よっけ。今から無駄な抵抗をやめて出ていく。素直か。何素直に出て行ってんの。育ちが出た。知らねえよ、そんなもん。お前どうする。あ、そうだ、お前ロープ持ってな。ロープある。ロープでその窓から脱出だ。よし、分かった。よし、このロープだな。任せとけ。教えていくぞ。ああ、あんま投げか。なんで飛距離出してんだ、お前。これは、いや、飛ぶから。お前、ちょっとどけよ。ちくしょう、暗くて外の状況がよくわかんねえな。どうしようか。おい、え、俺は山育ちで目がいい。え、俺が様子見てくる。大丈夫か、お前。ああ、任せろ。気をつけていけよ。大丈夫か。鈴木、鈴木、わあ、跳ね加えてる。奇跡か。何してんだ、お前よ。しょうもねえことやってんじゃねえよ、お前。時間がねえんだよ。参ったな。このままだったら二人とも捕まっちまうぞ。わかった。お前を殺して俺も死ぬ。駆け落ちか。なんでお前に殺さなきゃいけねえんだ、俺がよ、お前。ああ、どうした。相乗りビデオ撮るの忘れた。女子か、お前。なんで今そんなこと思い出すの。ああ、え、蹴った。女子かって、お前。何が蹴るんだ、こん中でよ、全く。三浦君、これコピー頼むよ。はい。女子か、お前は。なんで上司と部下になってんだ、博士。これは大発見。助手かって、だから、お前。なんで博士と助手だよ。もうおとなしく捕まろう。え、自首か。いや、知らねえよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。漫才師か。なんだこれ。なんで俺が立たれるんだよ、さっきから。どうしたらいいんだ、くしゃ。あ、俺にいい考えがある。え、困った時は110番だ。いい加減にしろ。